オワーズ県とは、フランスのオードフランス地域県に位置する県である。名称は、セーヌ川の支流オワーズ川に由来し、首都パリから 30km の距離にある。ソンム県、エーヌ県、セーヌイコールエイコールマルヌ県、バルドワーズ県、ウール県、セーヌマリティーム県と接している。高地方で見られる白亜の長期の地層は、オワーズ県のブレ地方にも及び、この地層のおかげで、 ブレ地方には多くの採石場があった。採石場はレンガやタイル製造のために利用されている。アンシャンレジーム時代のイルド・フランスを現在の県で色分けした、ズ・フランス革命中の1790年3月4日、かつてのイルド・フランス州より分離され新設された。ワーテルローの戦いで第7次大仏大同盟が勝利すると1818 18年11月まで、 イギリス軍が県を占領していた。1918年11月11日、コンペーニュの森において、ドイツと連合国との休戦協定が締結された。しかし1940年6月22日、フランスを占領したドイツ軍は、先の休戦協定が結ばれた、同じコンペーニュの森にて、フランスにとって屈辱的な独仏休戦協定を結んだ。 ボーベ軍クレルモン軍、コンピエーニュ軍サンリス軍、オワーズ県の軍オワーズ県には、以下の4つの軍がある。ボーベコンピエーニュクレイユサンリスのワイオンシャンティオワーズ、県の、主なコミューンオワーズ県には合計で693のコミューンがある。一覧は、オワーズ県のコミューン一覧参照。県内には大企業が進出し、代表的なものでは、モンタテールにあるアルセロールミッタル。 ボーベのスポンテックス、リアンクールのマパである。観光においては、1989年開業のアステリックスパーク、1983年開業のサンポールパーク、エルムノンビルで1963年に開業したラメールド・サーブルといった3つの遊園地がある。ありがとうございます。